重勝公が右奉行に命ぜられて秀吉公より授かったという文章が出てまいりました。久野家に伝わる文書には博多町売りの時に久野重勝が秀吉よりそろばんを授かったと書かれていたんです。博多町売りとは秀吉が天下統一目前九州攻めの後戦火で荒れ果てた町を復興するために行った都市設計。久野重勝は見事な復興プランを立てたため秀吉に褒めたたえられそろばんを授かったとされています。ではなぜ秀吉は武将である久野重勝に刀や甲冑ではなくそろばんを褒美として与えたのか。久野重勝自身の、キャラクターとしては計算がですね得意というエピソードがですねたくさん残っていますので数字が得意なものにはより才能を伸ばしてくれたようなですね秀吉の思いがあったのかもしれませんけどですね。さらに黒田24紀伝という文書にもそろばんの記述がありそこには銀貨のものを打ち取るからきのそろばんという紙幣配慮そろばんの特徴と一致する描写がありました。これら2つの文書から1591年以前に作られたことがこれまで最古とされていた前田利家のそろばんより古いものと認定されたのです。このそろばんはもともと日野社長のお父さんが戦後すぐにかなりの値段で手に入れたものなんだそうですが、ちなみに日野社といくらだったら。そうですね、本当に分かりません。でもめっちゃお金になるかもしれない。